アルメさんこんにちは、これ。それは今回なんですけれども、2019年今年一番使ったスマホ決済ランキングトップ5まとめ1位は〇〇ペイーということで、今日含めて2019年も残すところあと2日となりました。まあ、そこでこれまで僕が利用してきたスマホ決済で、2019年度、まあ、利用頻度が高かったものをトップ5にまとめたので、そちらについてサクッとお伝えしていこうと思います。 で、ランキングをお伝えする前に、僕がスマホ決済を、まあ、いつから使い始めたのかと言いますと、今年の2019年3月から使い始めました。まあ、PayPay ペイペイとかのサービスは、2018年の10月からサービスは始まってるんですけども、僕自身全然使ってこなかったんですよね。まあ、結構後の方です。 そして実際に使い始めて YouTube に動画投稿し始めて今に至るという感じになっています。ちなみに2019年から僕が使い始めて実際にインストールしたアプリを並べてみました。それがこちらですね。 じゃんということで、いや、まあかなりの数がありますよね。まあ今年で出,出てきたものとかも結構あったりとかと、まあ2019年だけでもこれだけのアプリが増えました。まあそして、ここからの、まあ今回の本題ですね。実際に、これだけあるスマホ決済からどれを多く使ったのか、利用頻度が多かった順番としてトップ5にまとめたのでお伝えします。それでは、まず第5位は、じゃんということで、楽天ペイですね。まあ僕がもともと楽天カードユーザーだったということもあって、利用頻度 は多くくくないいものの楽天ペイをちょくちょょ使っていました、まあ、この楽天ペイは楽天カードと紐付けができて楽天ポイントが貯めれるというのもまあもちろん魅力的ではあるんですが、まあ、僕が一番利用していた楽天ペイの機能はこちらですねポイントの消化まあその中でも期間限定ポイントの消化ですねまあこれは本当楽天ペイで一番活躍したかなと思いますまあこのアプリ内でポイントを瞬時に確認できるので期間が迫ってるポイント があれば、例えばこうドラッグストアとかスーパーで日用品の購入で活躍してくれました。ちなみに過去にはこの期間限定ポイントを失効してしまうということもあったので、まあこの楽天ペイのおかげでそれを未然に防ぐということもあって未だに重宝しています。まあ、以上が5位の楽天ペイでした。 そして、第4位は、じゃんということで、こちらのラインペイですね。まあ、このラインペイなんですけども、主に使った機能はこちらの、 クーポンとか送金機能ですね。l i n e ペ e の決済自体はそんなに多くはなかったんですけども、この二つに関しては結構使った印象でした。まあ本当このクーポンに関しては、l i n e ペ e は配布される頻度が多かったんですよね。まあ多分これはもう皆さんお気づきだと思うんですけども、やっぱりこう l i n e ペ e を普段使ってる LINE と一緒になっているので、それがまた便利な印象でした。ちなみに送金は友達とこう食事に行くときとか、まあちょっとした割り勘をするときにかなり活躍をしました。 ね あと、僕は福岡県の福岡市というところに住んでるんですけども、結構この福岡市自体がそのキャッシュレスがすごく進んでいまして、まあ最近では地下鉄の1日乗車券とか、あとは区役所、あとはその粗大ゴミの回収をしてもらうときも、LINE でやり取りをした後に l i n e ペイでの決済が使えるので、まあそういうときにも実は l i n e ペイが活躍しています。あとはまあ、こちらまあ場所にはよるんですけども、傘のシェアリングサービスでも使えます。いや、本当に便利になりつつありますね。 この福岡市とこのラインペイ、本当に相性がいいです。以上が4位のラインペイでした。続きまして、第3位はこちら。 じゃんということで、プリンですね。まあ、そうなんです。まさかのプリンでした。まあ、もしかすると、この、こちらのアプリ自体はまだご存知でない方もいらっしゃるかもしれませんが、こちらは無料送金アプリのプリンと言います。送金以外にもプリンで決済ができたりとか、まあ、ロゴもすごいいい感じに可愛い感じなんですけども、やっぱりこのプリンの便利な機能といえば、こちらのセブン銀行 ATM からの現金の引き出しですよね。まあ、これ本当に便利で、まあ、僕が第3位に持ってきた理由がこちらなんですよね。まあ このプリンのアプリとプリンと対応している銀行口座を紐付けたらセブン銀行 ATM で1日1回まで無料で手数料無料で現金を引き出すことが可能となっています。まあ僕は基本的にはキャッシュレスな生活を送ってるんですけどもやはり全部が全部キャッシュレスに対応してるというわけでもないのでまあ急に現金が必要になったっていう場合はこのプリンにチャージしてそこからセブン銀行 ATM にて現金を引き出しています。もちろん20 14時間1日1回無料なのでまあ、それがすごい便利なんですよね。あとはそのキャッシュカードを持たなくなるので、それがさらに身軽になります。以上が3位のプリンでした。続きまして、第2位がこちらですね。じゃんということでメルペイですね。まあ、2位の理由としたら、メルペイは何といっても、日本でもこのかなりのシェアを誇るフリマアプリのメルカリの売上金が使える。やっぱりこれに限るかなと思います。やっぱりその自宅の不要品を売って、それでバーコード決済。あとは id。決済 決でも可能なのでかなり臨機応応変に対応して決済ができますなのでまあこれまでメルカリの売上金を毎度銀行口座に出金をかけていたんですけどもその手数料がちょっとやっぱネックだったんですよね。それがこのメルペイの誕生でそれさえも解消されたので本当にすごいなと思います。あとはモバイルスイカにチャージっていうのもすごく重宝していますね。 で、最近ではスマート払い、いわゆるその後払いを僕はちょくちょく利用しています。まあ自分で使える範囲の限度額を、まあ自分で設定をすることで、わざわざそのチャージをしなくて、その限度額の中でお買い物ができるので、かなり便利だなぁと最近つくづく気づかされましたね。まあある意味そのクレジットカードにちょっと似ているので、まあそこもまたちょっと魅力的かなと思います。以上が2位のメルペイでした。そして気になる第1位の前にちょっとタイミング的にランクインしなかった決済方法もせっかく なのでちょっとと紹介をしたいと思い思ますそれがこちらの D 払いですね。この D 払いなんですが、いい感じにちょっと他のコード決済とか JCB とかみずほのキャンペーンとかとこう被ってしまったりして、なかなかこう使い切れてなかったんですよね。まあけど、先日動画にもしました。こちらの D カードプリペイドがあるので、まあこれとまた来年1月ぐらいからキャンペーンに備えてるので、また来年は D 払いが活躍する場面っていうのは増えそうな予感はします。まあ以上が D 払いについてでした。 それではお待たせしました。2019年僕ゆずひこが一番使ったスマホ決済は一体何なのか気になる第一の発表ですね。それがこちら。 じゃんということで、やっぱりペイペイですよね <laughs>。いや、まあ、多分、視聴者さんも気づいていた方も、まあ、結構いらっしゃるのかなと思います。いや本当、このペイペイにはすごいお世話になりましたねもう。僕がこのチャンネルを作るきっかけも、このペイペイの存在がかなり大きかったかなと、まだに思います。ちなみになんでペイペイが1位だったのか、それはちょっと、あの、この2つかなと思います。こちらの使えるお店が圧倒的に多いということと、キャンペーンがワクワクする。この2つですね。いや、やっぱりこの1番の使えるお店が多いというのは、本当 本当に嬉しいですよね。まあ、飲食店に行ってもクレジットカードは使えないけど、ペイペイなら使えるという場所は本当に多くなった印象があります。そして使える場所が多いことでもう一つ言えるのは人に勧めやすいということなんですよね。いまいちこうスマホ決済のことがわからなくても、とりあえずスマホ決済ならペイペイから始めてみましょうっていうふうに僕は思っちゃいます。というのも、やっぱその還元される額とかがその瞬間に分かって、あとはその独特の決済をペイペイっていうのがまたちょっと癖があっていいですよね。 そして2番目なんですけど、ほんと今年の、ま、PayPay のキャンペーンについてはかなり楽しませてもらった印象です。ま、還元率もそうなんですけども、PayPay フリマとか、PayPay モールとか、新しいサービスが追加されるたびにうまい具合にこうキャンペーンが出たりするので、ま、来年の PayPay も個人的にはちょっと楽しみにしているとこではあります。だと順番まとめると、1位が PayPay で、2位がメルペイ3位がプリンで、LINEPay が4位、5位は楽天ペイそしてちょっと米印なんですけど、D 払いということですね。 まあそんなこんなで今回は僕ゆずひこが2019年度利用頻度が高かったスマホ決済の順番をまとめさせていただきました。まあこれはまあちょっと人によってバラバラだと思うんですけども、他にもこの機能面やサービスについてさ、まあそれぞれ魅力的なところはあったんですけども、それはちょっと省きました。まあ僕の動画を見てくださっている方は今年のスマホ決済一番使われたのはどの決済方法でしょうか。まあ来年はなんちゃらペイがまた新しく出るのかどうかというのもちょっと気になるところではありますよね。 それでは、ま、明日、12月31日、今年最後の動画を明日アップする予定なので、ま、月末ということもあって、感のいい方はこの動画かなというふうにもしかしたら思われるかもしれませんので、ま、それもぜひ楽しみにしてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。